ゆかチャンネルのゆかとすみちゃんです。ゆかさん夫婦です。はい、こんにちは。はい、今日ははいついにその時間がやってまいりました。はい、皆さんからすごいたくさんのメッセージとかメールが来て本当にびっくりして、みんな悩んでるんだね。ねゆかチャンネル、だから私たち目線でのまあアドバイスっていうかね、こう話を聞いていけたらなと思います。じゃあこれからゆかすんのチャンギョンいきますか。いきます。はい、まず1個目です。1個目첫번째사연입니다。안녕하세요。일본남자한국여자로국제연애를이제막시작하고싶은고민이많은사람입니다。이거는일본남자일본남자분을좋아하는한국여성분이사연을보내주셨네요。승장님과유카님의국제연애를시작하시면서저같은생각하셨는지궁금해요。방금까지막일본여행을마치고왔어요。그사람을만나러요。펜팔로만났지만너무잘맞았고좋은친구로시작했는데이친구는저를어떻게생각하는지정말많이헷갈리더라고요。일본인특유의예의상잘해주는건지어쨌든제가도쿄로여행을간다고했더니자기도도쿄에고모가살고있으니함께오겠다고했어요。그런데알고보니9시간을달려서왔더라고요。진짜놀랐습니다。하지만뭔가애정의기류라든지아니라정말친절한친구일뿐이었어요。그러다가제가만나면만날수록그애가너무좋아져서그아이가도쿄의고모집에돌아가야할시간에밤에가지말라고했다가진짜 진짜같이자버렸어요。일단둘다성인입니다。마음이없어도자는게가능한건지모르겠지만일단그아이도저를의식하는것같아서약간안심했어요。여행내내제길을알려주고피곤한얼굴이어도자기가항상앞장서서저를배려해줬고재미있는이야기도많이했어요。근데이제여행마지막날에공항버스앞에서저를배웅해주는데약간서로아쉽지만미적지근한반응으로안녕을고했어요。버스를타니까너무너무눈물이났어요。제가생각한것보다저애가저한테너무큰존재였고연인사이가되고싶은데우리는한국과일본이너무멀고사귀더라도저희는아직23이라서요。어려요。23이요。그래서보고싶을때못보고남자가 20제가그래서너무슬퍼서이번이처음이자마지막일본여행이고널만나는마지막일거야라고말했고혼자마음을적겠다고하니까그친구가갑자기놀라서자기는이대로끝내고싶지않다，널좋아하는걸이제야깨달았어라고연락이왔어요。매우슬프게요。제가같은마음이지만현실이라고말하니까우리는닮았는데왜멀까하고한탄하더라고요。그친구가말하길자기가돈을정말많이벌어서저와살수있을만큼부자가되고싶지만저는경찰이라는꿈이있으니까어떻게해야할지모르겠다고엄청고민하고있었어요。연애를시작하기도전에둘다엄청진지해져서슬퍼하고있어요。승장님과육하장님은연애할때언제한번만날지결혼하면어느국가에살지이런걸어떻게고민하셨나요라고고민을보내주셨네요。이네そうですね。お便りがね、来たんだけど。そう、でも寝ちゃったね。まあね。いや、まあ寝るのはしゃあないね。そう。こんな今の時代、そこスタートのね、恋愛もたくさんあるから。いや、逆に知った方がいいと思うね。ね、してみて。いや、分かった方がいいと思う。大事大事。そう。で、きっと相性も良かったんでしょ。そう。そう。そうそう、だから。逆やらしいだね。そこ出身？そこ出身？どういうこと？予防そこ発信の恋愛もありだと思います。どういうこと。次、はい、そして、はい、本当にこれドラマみたいなんだよね。なんかね、バス乗ってさ泣いちゃったりさ、もうやばくない。もう想像できるよ。もう月9ドラマみたいな。じゃあね。って感じだよな。ね、絶対。そうだと思う。ね、わかるわかる。なんだっけ、ノールマンナーとか聞いちゃってさ。どういうこと？変貌軽装とかいう。悲しいそれ。聞いちゃって、もうさっきのやつ。バスでもね、人いっぱいいるから、出せない。って感じだな。ゆっくりさせたり。ゆっくり結構アメリカ系のなんか泣き方とか、すごい声出すからね。じゃあそれはまあ。はい、置いといて。この女の人が心配してるのは、まあ、ちょっと年が若いっていうこと。でもね、年今もなんか年ってあんまなんていうか最近感じない。
感じないけど、多分この子はその今警察になるために頑張ってるところで、ね、で彼氏も多分社会人ではないのかな。いや、二十歳だから社会人かな、分からないね。いや、まあちょっとそこの情報はなかったんだけど、だ、ね、でも なんだろう、その今すぐ結婚っていう準備ができてる感じはしないのね、このお悩みの中では、うんうん、だから今悩んでるのはやっぱ年もちょっと若いし、お互いに、うん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 、でどこに住むとかまだ何も考えてない状態で、今自分の未来も分かんない感じの状況で、あんなバスで、だから全体的に見たら東京であって9時間ぐらい男が走ってきました。走ってない、車だったもんじゃない。じゃあ車で頑張ってきた。で夜行くな、で寝ちゃった。でもまあお互いに好きな気持ちはあるのは分かるしさ、うん、でまあそんな悲しく空港でバイバイしてさ、うん、で男もそれを気づいてもう女の子好きそう、うん、もう、まあ、逆に女の子がすごい上手くて、それもありあり、あり。だから底発信じゃん、それ。いいんだよ、底発信でも。だから結果はお互いに今好きで、でもどうなんのか分かんない。そう、どうした方がいいか分かんない。だからちょっと怖くて、これからのことがあんま見えないから怖くて、付き合うまでちょっと一歩踏み出せないです、どうしたらいいですかっていうお悩みなわけでしょ。そうですね。これで結果はゆかちゃんはどうしますか。うん、なんかちょっと悩みすぎなのかなって思うから、例えば結構もう好きじゃん、お互いに。そうそうそう、男性もこの女の人もお互い好きだって分かってるし、その部分には今ズレはないわけだから、形にしてみても付き合ってみてもいいと思う、私は。だから遠距離。そうだね、遠距離で。ただその付き合う時にやっぱもうちょい深くこれからのことについて話してみてもいいと思うし、うん、今私たちが分かってる情報としては、女の子の夢、その警察になるイコール多分韓国でお仕事するっていうことだから、男性の方がどういう目標があるとか分かんないじゃん、うん、だそこの部分をもうちょっと2人で話してもういいんじゃないかなと思う。なんか好きだけじゃなくて、ちょっとこれいけるのかいけないのかっていうのをもうちょい詰めてみてもいいと思う。まあ私も、ま、もう今1回しかやってないじゃん、うん、これから何回もやってなんでなんでダメ？いいよ。だからそれはちょっと本当に最近の恋愛感覚では、うん、もうこうやって変わったと思います、私は。そうだね、うん、でまだ若いし、これからちょっともうちょっと、まあ、ゆかが言ってるのと同じだけど、うんうん、もっとね、うちのお母さんがいつも言います、くるりょにって、うん、くるがぬでろ、うん、心配しすぎちゃってる感じがするから、うん、お互い好きなのがすごいさ、素晴らしいことじゃん、うん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 、こんなにお互いが同じ速度で好きになれることが多くないじゃん、人生の中で。結構ドラマ感じた。すごいいい現象なわけ。だからそれをもっと楽しんだ方がいいと思う。なんか、あ、どうしよう、もう私の未来と彼の未来は見えない、どう付き合っていこうじゃなくて、そうそう、今もうちょい今を楽しんでもいいと思う。うん、今うちらの仲間たちはもう誰もいないよ隣に。もうひとみちゃんしか見てないよ今も。わかんないけどね。ただ今すごいいい状況だから、だからぜひね、こうもうちょっと進んで前向きに付き合うっていう方向に考えてみてもいいのかなって思うんですよ。別に付き合うってなんか束縛するんじゃなくて、焦ってさ、もうちょっとゆっくりやっても全然いいと思うんで、今は会ってばかりだからね、うん、だから今はもう火がもうブワーってなってるじゃん、もうなってる。だからこれをちょっとね、収まってる感じでもうちょっと真剣に考えてみたら、相手が見えるしさ、本当に好きやったら会って、んでそれやったら自然にね、どうするかを考える時期が来るの。日本でなんかやるかやってみてもいいなって、韓国でもこれをやってみたいなとか、やってみたいないいなとかね。だからそれは心配ないよ、今はすごいいい状況だよ。そうだね、うん、なんかそれ考えるタイミングが確かに来るかもしれない、そこの段階になったら、うん、うちらもそうだったね。なんか最初すごいこう真剣で付き合っても、でも未来を約束してとかじゃなかったじゃん、うちらも。
だからそのペースに合わせて恋愛は進んでいくと思うので、時間が全部解決してあげますよ、うん、まだ若いですよ。そうです、ゆっくり考えてください。ちなみにすんちゃんとゆかちゃんは結婚したらどこの国に住むとかってどうやって考えましたかみたいな質問があるけど、こちらは本当にビジネス的な感じが多かったから本当にね、本当に未来のお金も考えたしね、正直。まあね、だからどこに住むかじゃなくて、どこがもうちょっとうちらに稼げるか、なんかそう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 、まあ、結婚っていうのをこう考え始めた時から、うんうん、なんかチームなの、もうそうもうそうそう、だから、うん、って感じで、だからお互いにどっちの国がいいかで判断したかな。選んだっていうか、なんか自然にそっちがもっといいんじゃないとかなって、うん、なったかな、うん、だからそれは2人で会ってゆっくり話した方がいいと思います。そうそうそう、もう本当にゆっくりでいいと思う。それはこれからもう二十歳だよ。そうそうそう、もう怖いのないよ、うん、いいね。はい、なんか久しぶりにこんなドキドキしました。はい、いいと思います。本当に、うん、ドラマ見せてもらった感じでありがとうございます。はい、これからもまたいろんな悩みとかあったら、またこちらのインスタの DM とか、イメールで送ってください。ゆかすんちゃんぎょんがまた。はい、またまた皆さんのラブストーリーとかお悩みお待ちしてます。はい。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、インスタグラムと、ツイートのフォローと、チャンネル登録もお願いします。お願いします。はい。さらげよー。さらげよー。いい恋愛してください。Ha ha ha!